皆さんこんにちは、高幸です。今日もですね、池袋暴走事故に関する事件をですねお届けしていきたいと思います。皆さんはですね、池袋暴走事故の1年前、同じようなね上級国民による事故が起きたのをご存知でしょうか。2018年2月18日乗用車を路上で止めて降りようとした際に誤って急発進させ、時速100キロ超で約320メートル暴走したレクサス。東京都港区の歩道上で堀内孝幸さん当時37歳を跳ねて死亡させ店舗に突っ込んだ事件です。その上級国民は石川達弘検察官としては東京地方検察庁特別捜査部長を経験、福岡名古屋の両高等検察庁検事長を最後に退官、退官後は弁護士としても活躍。彼もですね、飯塚幸三被告人同様にですね、最初はアクセルを踏んだかもしれないということで供述をしていたんですけども、すぐ後ね裁判が始まると主張を覆し、車が一方的に悪い、何らかの影響で車が暴走したと同じことをですね主張し始めました。そして彼はね、公判中に私も被害者だ、私は生かされたというようなね発言をし、被害者の遺族の方々の胸をえぐるような思いでしたということまで言わせてしまっております。その事故のね当時の状況をお話ししていきたいと思います。事故の当日、石川被告人は20代の若い女性と早朝ゴルフにね行くつもりで女性を迎えに行ってたようです。道路上でね D レンジのままパーキングブレーキを引いてシートにね横になってくつろいでいたような体勢ではなかったのかと言われております。そしてその後女性が到着し、車のトランクにねゴルフバッグを積もうとトランクを開け、で自分もドアを開け降りようとした瞬間にレクサスが加速して始めました。でこの裁判はねかなり弁護側検察側主張がねやはり分かれまして、実際にね石川被告人の足の長さでねそのシートを下げた状態でドアを開いて左足がねアクセルペダルに乗ったのか、もしくは右足がねアクセルペダルに乗って踏み続けることができたのかどうかということがね裁判の焦点になりました。そしてその裁判の判決がですね今月の2月15日に下されようとしております。おそらく最高裁まで争う姿勢なのではないかと思うんですけども、判決が今回下されれば禁錮3年ではないかと言われております。この判決がですね池袋暴走事故の飯塚被告人の裁判に大きな影響があるかと思われますので、私もねこの裁判注視して見ていきたいと思っております。このレクサスの暴走事故についてなんですけども、この件に関しましてはですね実際には証拠情報がですね非常に少ないんですよ。それなので池袋暴走事故についてはね人的ミスということで私は予想しているんですけども、レクサスの暴走事故に関しましてはですね正直私自動車整備士自動車検査員スバル一級整備士の目線から見てもですね車が不具合を起こした可能性も若干あるかなという予想です。もちろんね石川被告人の踏み間違えという可能性がね十分に大きいとは思うんですけども、この事故に関しましてはですね情報が操作されてしまっているのかもしれないんですけども、人的ミスとねちょっと残念ながら言い切ることができません。ですのでねこの裁判の結果をね非常に注目しております。この結果がね池袋暴走事故に悪い影響を与えないことをね祈っていきたいと思います。
ではまた皆さん、この結果もですね、後日お送りさせていただくことになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。じゃあね。高雪追走クラブチャンネル。